侵入する。負けるもんか。こんなもんだな。こんな危険な連中のいる屋敷をよく一人でうろうろしてたな。危険を冒してでも手に入れる価値のあるお宝なのじゃ。それってどんな宝？アイフリードの隠したお宝なのじゃ。あ、アイフリード！アイフリードってあの大海賊の？有名人なのか？知らないの？海を荒らし回った大悪党だよ。アイフリード、セイレーンの牙という名の海賊ギルドを率いたボス。移民船を襲い、数百人という民間人を殺害した海賊として騎士団に追われている。その消息は不明だが、すでに死んでいるのではと言われているです。ブラックホープ号事件って呼ばれているんだけど、もうひどかったんだって。ま、そう言われとるの。どうしました？なんでもないのじゃ。でも、あんたそんなもん手に入れてどうすんのよ。どうする？決まってるのじゃ。大海賊の宝を手にして、冒険家として名をあげるのじゃ。危ない目にあっても、か。それが冒険家という生き方なのじゃ。ふん、面白いじゃねえか。面白いか。どうじゃ、うちと一緒にやらんか。性には合いそうだけど遠慮しとくわ。そんなに暇じゃないんでな。ユーリは冷たいのじゃ。サメの肌より冷たいのじゃ。サメの肌？でも、そこが素敵なのじゃ。素敵か？もしかして、バーティーって、ユーリのこと。一目惚れなのじゃ。やめといた方がいいと思うけど。一目惚れ。何でもいいけど、さっさと行きましょう。